ネネコと、アンデルソン・ルイス・デカルバーリョは、ブラジル・サンパウロ州、順次愛出身のサッカー選手。ポジションは、MF、FW。19歳の時に、パウリスタ FC から、プロデビューし、その後は SE ・パルメーラスや、サントス FC でプレーした。2003年8月30日に、スペインリーガ・エスパニョーラの RCD ・マヨルカに、レンタル移籍し、9月14日の、 アスレティックビルバオ戦でデビューした。2003年には U-23 ブラジル代表に選出されているが、2004年のアテネオリンピックには出場できなかった。2004年8月24日にはデポルティーボ・アラベスタに完全移籍すると、2シーズンでリーグ戦21得点を挙げる活躍を見せ、2004から0後シーズン終了後のプリメーラ・ディビッシオン昇格に貢献した。 2006年7月25日にはセルタデビー号に移籍しリーグ戦全38試合と UEFA カップの9試合に出場したがチームはセグンダ・ディビシオンに降格した。2007年8月24日フランスの AAS モナコに移籍。AAS モナコへの移籍金は公開されていないが700万ユーロ前後と見られている。 2007から08シーズンは、レギュラーとして出場した。2008年8月31日の遺跡市場が閉まる、寸前に、RCD エスパニョールに、レンタル遺跡し、2シーズンぶりに、スペインに舞い戻った。2008から09シーズンは、リーグ戦35試合に出場して4得点を決めた。契約には買取オプションが付けられたが、エスパニョールは権利を行使しなかった。 2009年夏に AS モナコに戻り2009から10シーズンは開幕からの10試合だけで9得点を決める爆発的なスタートを切った。特に US ブローニュ戦では長い距離の直接フリーキックで2得点を決め得点ランキングの頂点に長い間君臨した。ただシーズン後半戦には独善的なプレーが批判され結局リーグ戦では14得点に終わった。 2010年7月11日、パリ・サンジェルマン、FC に移籍した。移籍金は約550万ユーロと報じられている。2010から11シーズンは、左サイドハーフとして起用され、逆サイドのリドビク・ジュリットの連携の良さで、数々の得点を生み出した。8月7日の AAS、サンテティエンヌ戦でデビューして初得点を挙げ、9月11日の AC アルルアビニョン戦では、 リーグドゥから昇格したばかりのクラブ相手に2得点した。10月24日のアージオセール戦12月11日のバランシェンヌ FC 戦12月18日の AS、モナコ戦でもそれぞれに得点し、シーズン前半戦だけで13得点を積み重ね、ウィンターブレイクの時点で、ムサそう、下番がメイロに次ぐ得点ランキング3位に位置した。フリーキックの能力と攻撃センスはかつて、 パルクでプランスでプレーしたロナウジーニョと比較され、前半戦2位と、好調なチームを引っ張ったが、後半戦はわずか1得点に終わり、チームも4位に交代して、UEFA チャンピオンズリーグ出場権を逃した。2011年夏、クラブはカタールの投資家集団に買収され、モナコでチームメイトだったジェレミー・メネズなどの新戦力が、加わった。さらにクラブ史上最高額の移籍金で、 アルゼンチン代表のハビエル・パストーレが加入したため、クラブのアイドルという立場を失ったことを受け入れるのに、苦しんだが、10月29日の SM カーン戦で2得点して、クラブをリーグ首位に押し上げた。その後も得点を量産し、モンペリエ HSC のオリビエジルーと並ぶ2 1得点で、得点王に輝いた。しかし、最終的にはリーグ2位に終わった。しかし、 2012から13シーズンは、エセケルラベッシュの加入によって、控えに回ることが多くなり、さらに2012年10月20日のスタッドランス戦で、頬骨を骨折して離脱。また、カルロ・アンチェロッティ監督との対立もあり、出場機会が減少。AC ・ミランや、ベシクタシュ JK、さらには、母国ブラジルへの復帰など、盛んに遺跡の噂が取り沙汰された。 2013年1月15日にカタールのあるガラファに移籍した。2013年3月のあるアラビドーハ戦で相手 m f の不審カルジャと乱闘騒ぎを起こし退場処分を受け、休試合の出場停止処分に課せられた。2015年1月28日、クラブとの契約が終了し退団することが発表された。同年2月18日、アンディ・キャロルが 左膝の負傷により長期離脱することとなった、プレミアリーグのウエストハムユナイテッド FC に、シーズン終了までの契約で加入した。ありがとうございます。